1993年度第14回日本インターナショナルダンス選手権大会プロフェッショナルラテン部門決勝です。さあ最初はソロ競技のチャチャチャです。第1種目目はチャチャチャですね。あの玉置さん、1種目目は規定フィギュアによるソロ競技なんですね。そうですね。このチャチャチャ、最初一組一組で16小節定められたステップを踏んで、それを採点する方式です、はい、そして最初のカップルはマーティンとトーネ組ですね。はい、マーティン、トーネ組、ノルウェーの選手なんですけども、はい、マーティンはドイツのドイツ人ですね。トーネはノルウェー人、組んでまだ数年なんで、16小節終わって次は大竹組ですね。はい、大竹鈴木組なんですが、ただいま全日本のチャンピオンということで、押しも押されもせぬ日本の一番トップの選手ですね。とても歯切れのいいタイミングの、とても素晴らしい強い踊りをする選手です。次は二つ森組ですね。はい、二つ森組、今日決戦の声とてもハッピーで、素晴らしい踊りをしてくれると思いますが、衣装もとても個性的で、女性がとても強くなりまして、男性がより大きく踊れるようになりました、これからチャンピオン狙えるとても楽しみなカップルです。この衣装は誰が決めるんでしょうか。衣装はそれぞれ相談して、そしてコーチやドレス屋さん相談して、自分たちが決めて、作ってきます。続いてポーター組ですね。リチャード・ポーター、そしてエルス・ポーター組ですね。イギリスから参加なんです、男性の方はイギリス人で、女性の方はベルギー人です。カップルとしてアマチュアのチャンピオンを取りまして、そしてプロに転向しまして、ただ今とても活躍しているカップルなんですが、とても自然で無駄のない動きをします。ベーシックもしっかりしています。先ほどのね、マーティン・トーネ組もそうだったんですけれど、カップルも2人の国籍が違うんですね。そうですね、この頃多くなってきたんですけども、イギリスを舞台にして皆さん活躍してますので、時々パートナーチェンジをされますけども、パートナーチェンジしてもすぐに素晴らしく踊りを完成させてきますね。さあ続いてクスノキ組ですね。クスノキ組ですね、ただいま全日本で2位という地位にいますけれども、とても若々しく、そして安定した、とても若さに満ち溢れているカップルです。バッケ組なんですが、イギリスから参加なんですけども、男性の方はノルウェー人、そしてパートナーがイギリス人ということです。とてもリズムがしっかりしています。パートナーはとてもセクシーで、それでいて品があります。見ていただけて分かりますけれども、6組とも同じステップなんですけども、とても表現方法といいますか、プレゼンテーション、タイミングの取り方、個性的で、見ている方面白いと思います。そうですね、同じステップでも今後それぞれのカップルによって違うものなんですね。そうですね、若干日本人とやっぱり違うところなんですね。6組のソロ競技が終了いたしました。